フリーを渡してるので今まさに、はい、ありがとうございます。プロポーションを維持するのは結構大変なので、セレクトの時とか参考になる。ございます。今日は2023年オータムウィンターコレクションの撮影初日になります。行きましょう。おはようございます。おはようございます。お待たせいたしました。割とダークめな感じの、結構落ち着いた感じが多いので、ストレートとかがあってもいいかなっていう感じ。あんまりふわふわしてない感じ。なるほど。お願いします。今のうちでちょっとこの後いっぱい飲みそう。すごいテンポ早いですね。本当いや早いと思います。早いですよね。私早いかも。いつもさ、すごいモデルさん、ダンサーのポジションお願いしてるから、なんか私の時間よりダンサーのみんなの子の時間を作ってあげたいと思って、自分の撮影は結構サクサク。今日何体くらい撮るんですか？今日はね、25ぐらいかな。ほぼ鶴さんが考えてくれてます。3年間ずっとやってくれてるからね、私の好きなテイストはもう分かってきてでも新しいよね、うん、しっとりツヤです。さっき上手だった。いいか。撮ったやつをこうやってなんか焼いてくれるの、カメラマン。セレクトの時とか結構参考になる。半分終わった感じですね。でも私あんまり食べないんですよ、お昼。2週間ケトジェニックやってきたって、うんうんうん、今回は、まあ、2週間やったけど、いつもは1週間とかは必ずやるようにしてます。踊らなくなるとお肉もつくし、やっぱプロポーションを維持するのは結構大変なので、撮影前は必ずやってます。なんかケトジェニック撮ろうかなって自分で思ってたんだけど、しそすぎんのね。簡単にささみとか鶏肉、サラダ、赤身のお肉とか、私好きなものが結構ケトジェニック食べていいから、無理なくできるかも。I can't wait。 今回はそのコモンセンスっていう私の定番っていうのがテーマなんだけど、受け継がれていくものと新しい常識と混じったけど、でもその中でも私の定番ってこれだよっていう、今までのコレクションの中でと比べると結構大人っぽいものだったり、レトロな感じもありつつ、でもそれがまた新しく見えるみたいな、また新しいスティナーの世界がテキスタイルで表現できてるかなと思います。
40、50ぐらいパワーパターンがあります。でもなんかやっぱもうね、10年やってるし、クリエイティブなことはダンサーとしてもやり続けてきたことだから、もうちっちゃい頃から作り上げるっていうことに関しては慣れてるかも。どういう風にローンチしていこうかっていう方がすごい頭を使うから、みんな驚かせたいし、なんか人と違うことをやりたいから、ウェブストア上でこう今回のコンセプト、この写真一枚でその世界観を伝えなきゃいけないから、やっぱこのコレクション撮影っていうのはすごく私もブランド自体も 大切にしてるので、ちゃんとその世界観が伝わるように撮影してます。今日はじゃああと後半戦です。はい、頑張ります。ではお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はなんか久しぶりに一人でゆっくり撮影だったから、なんか作りたい世界観とかを全部みんなでなんか作れたかなと思っていて、結構満足してます。次の撮影は小野彩子さん、ミューズの小野彩子さんを迎えて、彩子さんの世界観をちょっと楽しみに作っていきたいと思います。お疲れ様でした。長くやってくれてる子たちが引っ張ってすぐみんな仲良くなるから、今回も初めての子2人いたけど、もうなんかすぐ仲良くなって、子供たちすごいいい撮影になりました。今回はなんかいつもとちょっと違う、ティザーっていうか MV を撮りたくて、うちのバレエ団の先輩の友杉さんになんかフリーをつけてもらって、練習しているっていうところを撮りたいっていう動画なので、いつもは結構彩子さんに即興でやっていただいてるんですけど、なんか今回はフリーを渡してる今まさに。
けど、あのいい方は全然使ってほしいと思います。皆さんに早くお届けするのが楽しみです。お疲れ様でした。お腹すいた。